ワーテルローの戦いは、1815年6月18日、ベルギーのワーテルロー近郊において、イギリス・オランダをはじめとする連合軍を呼び、プロイセン軍と、フランス皇帝ナポレオン一世率いるフランス軍との間で行われた一連の戦闘を指す名称である。フランス軍が敗北し、ナポレオンにとって最後の戦いとなった。ラ・ベルアリアの戦いともいう。 1815年に、エルバ島から帰還し皇帝の座に返り咲いたナポレオンは、第七次大仏大同盟の体制が整う前に、これを撃破することを起と。フランス国境北東部付近に位置していた、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーキカのラン連合軍とゲプハルト、レベレヒト・フォンブリオヘル元帥のプロイセン軍を、打倒すべく、自ら12万の兵力を率いて出陣した。 両勢力は1815年6月16日から3日間に渡り交戦し、ナポレオンは前哨戦となるリニーの戦いでブリオヘルのプロイセン軍に勝利したものの、6月18日の戦いで大敗し、改装を余儀なくされる。連合軍はこれを追撃して、フランスに侵攻し、ルイ18世を復位させた。退位したナポレオンはイギリスに降伏して、 セントヘレナ島に流され、1821年に、この地で死去した。ナポレオンの敗因は、一軍を委ねたエマニュエルド、グルーシー元帥との連携に失敗した上、天候の都合で、攻撃開始を遅らせたことが裏目に出て、敵勢力の結集を許してしまったことが挙げられる。なお、実際に、主戦場となったのは、現在のベルギー国内のラ、ベルアリアンスで、 ブリュッセルからおよそ1 3トル南東にあり、ワーテルローの町からは1 6キロメートルほど離れている。この古戦場には、ライオンの丘と呼ばれる巨大な記念碑がそびえ立っている。1812年6月、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトは64万の大軍を率いて、ロシア遠征を開始するが、結果は、兵力の大部分を失う惨敗に終わった。 1813年、ナポレオン率いるフランス軍はドイツにおいて、ロシア、プロイセンを中心とする、反仏諸国と解放戦争を戦うことになり、連合軍にスウェーデンそしてオーストリアが参加したことでナポレオンはこの戦いでも敗退した。1814年、フランス国内に進行する連合軍との戦いで、劣勢な兵力のナポレオンは、 巧みな式ぶりを示して前線するが、パリが開場したことで4月6日にナポレオンは、退位を余儀なくされ、地中海のエルバ島に流された。ナポレオンの帰還。シャルル・ドス・チューベンが1818 18年。戦勝した、列強国が開催したウィーン会議の取り決めによって、フランスでは、ルイ18世が即位して、ブルボン王朝が復活した。だが、 この王政復古は人気がなく、国内では不満が高まった。1815年2月26日、エルバ島から脱出したナポレオンは、フランスのジュアンワン湾に上陸し、パリへ進軍した。途中、ミシェルネー元水を従え、7戦に膨れ上がった軍隊を率いて3月20日、パリに入場し再び皇帝となった。 ナポレオンがパリに到着する6日前の3月13日、ウィーン会議の列強国は彼を無法者であると宣告した。4日後、イギリス、ロシア、オーストリア、そしてプロイセンはナポレオンを倒すべく動員を開始する。ナポレオンは連合軍を国内で迎え撃つ、主制戦略も考慮していたが、 王統派を勢いづかせる危険があり、連合国の準備が遅れていると感破した。彼は帰戦を制することにした。ナポレオンは、イギリス・オランダ連合軍と、プロイセン軍が、まだ合流しないうちに、っこ撃破を計画し、12万の兵を率いて、連合軍に戦いを挑むべく、ベルギーへ向かった。ベルギーに駐留していたのは、ウェリントンコを率いるイギリス・オランダ連合軍の11万。 ブリュッヘル元帥率いるプロイセン軍12万であった。ブリュッセル南方に駐屯する連合軍を増援が到着する前に撃破できればイギリス軍を海に追いやりプロイセンを戦争から脱落させられる。これに加えてベルギー南部にはフランス語圏の新仏派住民が多くフランス軍の勝利は統治の革命の引き金になるであろうことも考慮された。またイギリス軍は スペインの半島戦争で鍛えられたベテラン兵の大半を米英戦争のため北米へ送っており、ベルギー中流軍のほとんどは2 0 0級の兵士であった。ウェリントンの当初の配置は、モンスを経て、ブリュッセル南西に進出して、連合軍の包囲を図るであろうナポレオンの脅威に対処することを意図していた。 これは、ウェリントンの削減地であるオーステンデとの連絡線が失われることになるが、彼の軍は、プロイセン軍に近づくことにもなる。ナポレオンは誤った情報により、ウェリントンは、海峡諸行との補給線が立たれることを恐れていると、計算していた。ナポレオンは左翼を、冥厳水、右翼を、グルーシー元帥におのおの指揮させ、予備軍は自ら引きこれら三軍は、 相互支援が可能な距離に展開させた。フランス軍は6月15日明け方に、シャルルロワから国境を越えて、連合軍の前哨部隊を従林し、フランス軍をエーラン軍と、プロイセン軍との中間に進出させた。ウェリントンは、リッチモンド公爵夫人の舞踏会で、ナポレオン軍来週の休報を受けた。ロバート・アレクサンドル・ヒリンファードが、1870年代、 6月15日深夜にウェリントンはシャルルロアの攻撃がフランス軍の主攻勢であることを確信した。6月16日夜明け前にブリュッセルのリッチモンド公爵夫人の舞踏会に出席していたウェリントンはオラニエ公からの急報を受け取りフランス軍の進撃の速さに驚愕させられた。彼は自軍に対し急ぎカトルブラに集結するよう命じた。ここでは オラニエ港が、ザクセンバイマル港、ベルンハルトの旅団と共に、ネーゲンイの左翼部隊と対峙していた。ネーゲンイが受けた命令は、カトルブラの交差路を確保し、後に必要になれば、東に旋回して、ナポレオンの本体に増援できるようにしておくことで、あった。ナポレオンはまずは集結していたプロイセン軍に向かった。 6月16日、予備軍の一部と右翼軍を率いるナポレオンは、リニーの戦いでブリューヘルのプロイセン軍と戦い、死傷者1万6000の損害を与えたが、完全な撃滅はできなかった。プロイセンの中央軍は、フランス軍の猛攻の前に敗退したが、両翼は持ちこたえた。前線に出た、ブリューヘル元帥が一時行方不明になったため、 三宝町のグナイゼナ宇宙城が代わりに交代の指揮を取った。ワーテルローの戦いの前哨戦となったカトルブラの戦い。ジェームズ・ B ・ワランが。一方、ネーゲン水はカトルブラの交差路を守る少数のオラニエコーの部隊と対戦した。ネーが春順したため、フランス軍の攻撃は遅れて、イギリス・オランダ連合軍に兵力を増強する猶予を。 与えてしまい、オラニエコは、ネイの攻撃をしのぐことができた。やがて、増援の第一陣とウェーリントン自身が到着し、ネイを交代させて夕刻までにコ差サを確保したが、すでに、プロイセン軍は、リニーの戦いで敗れており、彼らを救援することはできなかった。プロイセン軍の敗北により、ウェリントンが守るカトルブラは、非常に危険な場所となった。 このため、翌日になって彼は北方へと退却し、この年の春に個人的に視察しておいた場所、モンサン、ジャンの低い尾根・ワーテルロー村とソワヌの森の南に防御陣地を築いた。プロイセン軍はフランス軍に遮られることなく、おそらくは気づかれもせずに、リニーから撤退した。後衛部隊の大部分は、 真夜中まで持ち場を守っており、一部は翌朝まで動いておらず、フランス軍に完全に見過ごされていた。ナポレオンは敗走したプロイセン軍は連絡船をたどって北東方向に退却すると考えていたが、プロイセン軍はウェリントンの新軍路と並行する北方に向かっており、支援可能な距離を保ち、終始連絡を取り合っていた。プロイセン軍は、 リニーの戦いに参加せず、無傷のビューロー将軍の第四軍団が位置するワーブル南方に集結した。かつてナポレオンは、私は戦陣に敗れることはあるかもしれないが、地震過剰や怠慢によって数分たりとも浪費することはないと語っていたが、この戦役での彼は時間を浪費しがちだった。リニーで勝利したナポレオンは、 看板に時を過ごし、翌6月17日11時に、ようやく各隊に命令を下すと進発し、13時に、カトルブラの姉の軍と合流をして、エーラン軍を攻撃しようとしたものの、すでに敵陣は、もぬけの殻だった。フランス軍は、ウェリントンを追撃したが、ジュナップで、騎兵同士の小銭合いが起こっただけで、その日の夜は、土砂降りとなった。 リニーを出立する際にナポレオンは右翼軍司令のグルーシー元帥に兵3万3000を持ってプロイセン軍を追撃するよう命じた。遅すぎる出発、プロイセン軍の進路が不明なこと、そして命令の意味が曖昧だったことで、グルーシーがプロイセン軍のワーブル到着を阻止するには手遅れだった。6月17日の終わりに英案軍はワーテルローに到着し、 ナポレオン軍の本体がこれに続いた。この頃、ブリュッヘルのプロイセン軍は、ワーブルの町から東へ1 3トルの位置に、集結していた。ラ・ベル・アリアンスで、ナポレオン率いるフランス軍72000と、イギリス・オランダ連合軍68000と、ほぼ互角の勢力同士が退治した。ベルギーでのアーテルロー戦役福井した、ナポレオンの戦略は、エーラン軍と、 黒い戦軍を分断し、各個撃破することであった。ワーテルローの戦いに参加した、ナポレオンの北部方面軍は7万2000人で、不評5万7000、騎兵1万5000、大砲250門からなっている。ナポレオンは政権を奪取すると18万人の類18世の軍隊に加えて、緊縮財政のために、長期休暇や、 非公式に除隊させられていた兵や1814年戦役で脱走していた者たちといった実戦経験のある兵をかき集めており、彼ら古参兵を中核に訓練未熟な新兵を合わせた者がワーテルローの戦いのナポレオンの軍隊だった。古参兵たちの士気は高く、前年の恥辱を晴らすべく、強心的な熱意を示していたと伝えられる。兵器は、 比較的充足していたが、多年の戦乱によって軍馬が著しく不足しており、馬術も不十分だった。この戦いのフランス軍騎兵は14個、強行騎兵連隊、7個槍騎兵連隊からなっていた。この戦いの1年前の1814年のフランス戦役ではナポレオンは圧倒的に不利な状況の中、彼の最高傑作と言われるほどの戦術的技量を、 示した。だが、この1815年戦役では、肉体的な衰えを見せており、何よりも時間を浪費しがちで、戦機を幾度も失っている。長年、ナポレオンの参謀総長を務めたベルティエが、ナポレオンの福井に馳せ算せず、ドイツで自殺しており、代わって、スールト元帥が総参謀長に就任したことも打撃となった。スールトは、優れた。 野戦指揮官であったが、参謀畑には不慣れであり、ナポレオンの完結に過ぎかつしばしば意味不明瞭な命令を的確に解釈して完璧な命令文書に仕上げるベルティエの特別な能力も持ち合わせていなかった。この結果、スールとは幾度も不手際や意味不明瞭な命令文書伝達を繰り返し、その度にフランス軍の作戦行動を鈍らせている。戦後、 ナポレオンは、スール島を、良い参謀長ではなかったと述解している。北部方面軍の左翼を任され、ワーテルロー海戦では、実戦式を取ることになる、ネーゲン水はナポレオンから、勇者の中の勇者と呼ばれた歴戦の猛将であったが、ロシア遠征以後は移り気になり、気力の衰えを見せていた。 前哨戦のカトルブラの戦いでは都に順々して、英乱軍に決定的打撃を与える機会を逃している。ナポレオンも、ネイの戦略能力は低く評価していたが、ネイが兵士たちからカリスマ的人気を得ていたことが、軍の一翼を任せた理由だった。フランス軍戦闘序列英乱連合軍を指揮した、ウェリントン公は、半島戦争における歴戦の将軍であった。 ウェリントンは、自らの軍について、ひどい軍隊、とても弱く装備も劣り、参謀たちは全く経験不足だったと述べている。ワーテルローの戦いに参加した6万8000人の、彼の軍隊は、不評5万、騎兵1万2000、砲兵6000、法156門で構成されていた。このうち2万4000人が、イギリス兵であり、6000人は、 国王直属ドイツ人部隊の兵士であった。イギリス軍の全員が正規兵であったが、半島戦争に従軍した古参兵は7000人に過ぎなかった。これに加えて1万7000人のオーランダ人とベルギー人の兵隊がおり、ハノーファー兵1万戦、ブラウンシュバイク兵6000、ナッサウ兵3000からなっていた。連合軍兵士の多くが戦闘未経験だった。 オランダ軍は、千年のナポレオンの敗北を受けて1815年に、再編されたものであった。スペインでの半島戦争に従軍したイギリス兵を呼び、イギリス軍に加わった一部のハノーファー兵と、ブラウンシュバイク兵を除き、連合軍の職業軍人の多くが、ナポレオン大成下で、フランス軍の同盟軍として、共に戦った経験を持っていた。ウェリントンは、 騎兵も不足しており、イギリス軍騎兵7個連隊、オランダ軍騎兵3個連隊しかいなかった。ヨーク港は自分の参謀将校の多くをウェリントンに押し付けており、この中には副司令のアックスブリッジ将軍も含まれる。アックスブリッジは騎兵を指揮しており、彼はウェリントンから指揮下の部隊の行動の自由を認められていた。ウェリントンは1 3トル西方の晴れに、 1> 兵1万7000を高知させており、この兵力は戦闘に参加させず、敗北した場合の退却援護として用いることになっており、オランニエコーの弟のフレデリックが指揮するオランダ兵であった。英乱連合軍戦闘序列司令官のブリュフヘル、元帥はライプツヒの戦いでナポレオンを撃破した連合軍のうちのプロイセン軍を率いていた。 参謀長のグナイゼナウ中将は、プロイセンの軍政改革を推進した、中心的人物である。プロイセン軍は、困難な再編成の途上にあった。1815年時点で、以前の予備連隊、外人部隊、そして1813年から1814年に、かけて編成された、義勇軍は、正規軍や、多数の交尾兵連隊に統合される過程にあった。 ベルギーに到着した時点では、ラントベーヤのほとんどは、未訓練かつ兵器も支給されていなかった。プロイセン軍の騎兵も同様の状態だった。砲兵隊も再編中であり、万全に行動し得る状態になく、砲や装備は開戦中そして後に到着する、ありさまだった。しかしながら、これらの不利も、戦役中に、プロイセン軍参謀部の見せた。 見事な指揮統率によって埋め合わされた。これらの将校は参謀教育のために作られた4つの学校の出身者であり、共通した基準の訓練を受け任務についていた。このシステムは矛盾し、曖昧な命令を発しがちだったフランス軍のそれとは対照的なものであった。この参謀システムによって、プロイセン軍は、 リニーの戦いの前にわずか24時間で兵力の4分の3を集結することを可能にさせた。リニーの戦いの後も、プロイセン軍は敗北はしたものの補給断裂を再調整し、自軍を再編成し、48時間以内にワーテルローの戦場に駆けつけることが可能であった。プロイセンの2個半の軍団4万8000人がワーテルローの戦いに参戦した。 ビューロー第4軍団長の率いるニコ旅団が16時30分に、ロバウのフランス軍第6軍団に攻撃をかけ、ツイテンの第1軍団とピルヒの第2軍団の一部は18時に来園した。プロイセン軍戦闘序列はアーテルローは、要害堅固な場所だった。ここは、ブリュッセルに至る、主要街道に対して垂直に切り立ち、かつ横切られている長い尾根が、東西に走っていた。 尾根の頂に沿って、深い、くぼんだ小道のおへん道が通っている。ブリュッセル街道との交差点の近くには大きなにれの木があり、ここは、ウェリントンの夫人のほぼ中央に位置し、開戦中のほとんどの時間、この場所を本営とした。ウェリントンは、おへん道に沿った尾根の頂の背後に不評を一線上に、夫人させた。彼が、過去の戦闘で、 幾度も言ってきたように、今回も反対斜面を活用して敵軍から自軍の兵力を隠した。戦場の幅は比較的狭く4トルであり、これによって彼はブレームラルー村までの範囲に布陣させた中央及び右翼の部隊に重心を持たせることができた。現在のワーテルローの風景、東から南から 西尾根の前面には人地化が可能な三つの場所があった。右端には、ウーグモンの館と庭園そして果樹園があった。ここは広くしっかりした造りの邸宅であり、当初は木々で隠されていた。家の北側には、くぼんで隠された小道がありと呼ばれている。これを使って補給ができた。左端には、パプロットの小集落があった。ウグモンとパプロットは人化されて、 守備兵が配置され、英乱軍の側面を確保していた。パプロットはまた英乱軍を救援に来る、プロイセン軍が通るワーブルへの道を見下ろしていた。残りの英乱軍の夫人の前面に当たる、主要街道の西側には、エサン都の農場と果樹園があり、国王直属ドイツ人部隊の警部票400人が、守備に置かれた。道路の反対側には閉鎖された、砂港があり、 ここには、第95ライフル連隊が、射撃兵として配置された。これらの場所は、攻撃側にとって厄介な障害となった。ウェリントンの右側面を攻撃すれば陣地化された、ウーグモンからの攻撃を引き起こし、中央右側を進撃すれば、ウーグモンとラエーサントからの盾車にさらされることになる。中央左側からでは、ラエーサントと隣接する砂港から、 縦車を受けることになり、左側面を突こうにも地面はぬかるんでおり、パプロット集落の通りや池垣に配置された兵からの銃撃を受けることになる。フランス軍は南方の別の尾根の斜面に布陣した。ナポレオンはエーラン軍の布陣を死認することができず、ブリュッセル街道に対する形で布陣を行った。右翼はベルロに率いる第一軍団で、不評一万三千 騎兵1300、予備騎兵4700からなっていた。左翼は、霊ユの第二軍団で、兵力は、不評1 3000、騎兵1300、予備騎兵4600であった。街道の南側、シュクバラ、ベルアリアンスの周辺には、ロバウの第六軍団、皇帝この絵体そして、予備騎兵2000が置かれた。フランス軍の右翼後方には、プランスノアの集落があり、 右端には、パリの森があった。当初、ナポレオンは戦場を見渡すことができる。ロッサム農場に本営を置いていたが、午後になって、ラ・ベル・アリアンスに移っている。戦場での統率は、ネ・ゲン水に委ねられることになった。ワーテルローの戦いの前に階段を行うウェリントンと、ブリュッヘル。ロバート・アレクサンドル・ヒリンファードが、ウェリントンは2時から3時頃に起床し、 夜明けまで手紙を書いている。彼は、ブリュッヘルに対して、少なくとも一個軍団を送ってくれれば、モンサンジャンで戦うが、そうでなければブリュッセルまで後退すると書き送った。6時にウェリントンは、自軍の夫人を視察した。その日の未明の軍議でブリュッヘルの参謀長、グナイゼナウは、ウェリントンの作戦に対して、不信感を示していたが、ブリュッヘルは、 ウェリントンの軍を救援せねばならないと彼を説得した。ワーブルでは、ビューローの第四軍団が、ワーテルローの戦場に向けて先発しており、この軍団は、リニーの戦いに参加しておらず、無傷の状態であった。もっとも、第四軍団は、犠牲者は出ていなかったが、プロイセン軍のリニーからの撤退援護のための二日間に、渡る行軍で披露していた。彼らは、 戦場から、はるか東方に位置しており、新軍は、父としたものだった。前夜の豪雨によって、道路の状態は悪く、ビューローの兵と88門の大砲は、ワーブルの渋滞した道路を通らねばならなかった。ワーブルでの戦闘が始まったことにより事態はさらに、悪化し、ビューローの軍が通過する予定だった道のいくつかが、閉鎖されている。しかしながら、十時には行軍も、 順調になり、この頃、先発した部隊は、英ラン軍左翼から8キロメートルのところまで、進んでいた。ビューローの兵に続いて、第一軍団と第二軍団がワーテルローに向かった。開戦前夜に、ナポレオンの司令部が置かれたルカイユー農場ナポレオンは、前夜を過ごしたルカイユーの館で朝食をとった。スールトが、グルーシーの軍を呼び戻して、 本体と合流させるべきではないかと意見武心をすると、ナポレオンは、今日は、ウェリントンに負け続けているから、彼を買いかぶっているのではないか。世に言わせれば、ウェリントンは、愚衝であり、イギリス人は弱兵だ。連中を打ちまかすなぞ、朝飯前だと言い返した。しかしながら、この、ナポレオンのひどく武別的な言葉を学面通りに、取るべきではないだろう。彼の格言の一つに、 戦場においては、指揮が全てであるという言葉があり、敵を称賛することは常に誤りであり、いたずらに自軍の指揮を低下させることにつながる。実際、彼は、過去のいくつもの改善の前に指揮を高揚させる演説を行っており、この、ワーテルローの戦いの前の朝も、幕僚たちの悲観論や臆病に対処せねばならず、一部の、召喚たちからの必要かつほとんど、 敗北主義的な反対論に対抗しなければならなかった。この後、ナポレオンは、マッテイのジェロームから、宿屋の給仕がジュナッペの旅館、キング・オブ・スペインで食事をとったイギリス軍将校から、漏れ聞いたプロイセン軍がワーブルから抗軍中で、あるという噂話が伝えられたものの、ナポレオンは、プロイセン軍が再起するには少なくとも二日は必要であり、 グルーシー元帥が対処するだろうと断言した。驚くべきことに、この、ジェロームの噂話を別にすると、この日のルカイユーの軍議に出席したフランス軍の、指揮官たちは誰もプロイセン軍が危険なほど、近づいている情報を持っておらず、このわずか5時間後に、ワーテルローの戦場になだれ込むべく進発することを、想像もしていなかった。戦闘開始は9時と計画されていたが、 前夜の豪雨で地面が水浸しになり、騎兵と砲兵の移動が困難になっていた。ためナポレオンは戦闘開始を13時まで遅らせた。結果的には、この攻撃開始の遅延により、プロイセン軍の戦場への来園が間に合い、ナポレオンにとって致命的となった。10時、彼は6時間前に、グルーシーから受けた急報への返信を発し、ワーブルへ向かい、 我々との接触を維持する場所に位置し、それから、プロイセン軍を押し出せと命じた。その内容は曖昧であり、グルーシーは合流すべきなのか独自の行動をすべきなのか分かりにくいものだった。11時にナポレオンは全体命令を発し、左翼は、霊友将軍の第二軍団で、右翼は、デルロン将軍の第一軍団が2内モンサンジャン村に、 ある、主要街道の十字路を確保することになった。この命令は、英乱軍の戦線は、尾根ではなくその奥の村にあると想定していた。これを行うために、ジェロームの師団がウーグモンへの先制攻撃を行い、ナポレオンは、英乱軍の予備兵力を誘い込むことができると、見込んでいた。 作戦は13時頃に第1、第2、そして第6軍団の大砲列が、エーラン軍中央への砲撃を開始し、その後、デルロンの軍団が、エーラン軍の左翼を攻撃して突破し、東から西に旋回して包囲する計画になっていた。ナポレオンの手記によれば、彼は、エーラン軍を、プロイセン軍から分断して、海に叩き落とすことを起としていた。ワーテルローの戦い。クレメント。 オーギュスとアンドリューが1852年。ワーテルローの戦いにおける奇妙な事実はこの戦いがいつ始まったのか確証できる者が誰もいないことであると歴史家アンドリュー・ロバートは述べている。ウェリントンは公文書で10時頃にナポレオンが我が軍の拠点が置かれたウーグモンに対して熾烈な攻撃を仕掛けてきたと記録している。 その他の資料は11時30分に攻撃が始まったと述べている。ウーグモンの館とその周辺は、この駅へ不評を4個中隊カジ果樹園と庭園は、ハノーファー軍両兵及び、ナッサウ軍、第2連隊第1大隊が各のの守備についていた。ジェローム・ボナパルトの第6師団が攻撃の口火を切り、飢餓のボードワニ将軍の第1旅団が突入して、 果樹園と庭園の守備隊を駆逐したものの、指揮官のボードアンが戦死する。ジェロームは、騎馬砲兵の支援の下で、ソワイエ将軍の第二両団を投入して、攻撃を続けさせるが、イギリス軍王室騎馬砲兵の局射砲の,砲の砲撃を受けて進撃が鈍ってしまう。フランス軍砲兵が前進して、大砲兵射撃によって、英軍砲兵が制圧されると、ソワイエは、 兵を進めて、館の北門をぶち壊して内部に突入した。フランス兵の一部は、中庭までたどり着くが、イギリス兵に門を脱回されて閉じ込められ、全滅してしまった。ジェロームは、主攻勢前の牽制攻撃の役割は果たしたのだが、なおも攻撃を続け、フォア将軍の第9師団までこの戦いに巻き込み、一方、ウェリントンも、第二このエ風評連隊と、 第三この絵風評連隊の一部をウーグモンに送り込んだ。ウーグモン。ウィリアム・ミラーが1836年、ウーグモンでの戦闘は午後いっぱい続いた。その周囲はフランス軍系風評によって幾重にも取り囲まれ、連携した攻撃がウーグモン内の部隊に仕掛けられた。エーラン軍は館と北へ通じる窪み道を守った。午後になってナポレオンは、 砲撃によって家に火をかけるよう命じ、その結果、礼拝堂を除くすべての建物が破壊された。国王直属ドイツ人部隊のデュプラの旅団は、くぼみ道の防御に差し向けられ、高級士官を欠いた状態でこの任務を果たさねばならなかった。最終的に彼らは、英軍の第71不評連隊の応援を受けた。アダム将軍のイギリス軍第3旅団は、 ヒューハケットのハノーファー軍第3旅団によって増強され、霊狂によって差し向けられたフランス軍不評を呼び、騎兵のさらなる攻撃を撃退することに成功した。結局、ウーグモンは、この海戦の、真中、持ちこたえた。遺棄された、ロイズ隊の大砲にたどり着くと、私は状況を視察するためにおよそ1分間ここに、立ち止まった。それは、想像を超えた光景だった。 ウーグモンと、そこの木々は、炎と戦場に立ち込める黒煙の中にそびえ立っていた。この煙の下に、フランス兵たちが、ぼんやりと見えた。そこには揺れ動く、長く赤い羽飾りの集団を見ることができた。鋼の板のきらめきは、重機兵が移動していることを示しており、400門の大砲による砲撃によって、双方に死者を出していた。怒号と悲鳴が区別つかなく、 混じり合い、これらは私に活動する火山を思い起こさせた。不評と騎兵の死体が我々の周りに散らばっており、そして私は、視察を得るべきと思い、法人で踏みとどまっている、我が軍部隊の方へ向かった。マクリーディ少佐、イギリス軍第30連隊、ウーグモンでの戦いはもともとは、ウェリントンの予備兵力を誘引するための、陽動攻撃であったものが、 終日の戦闘にエスカレートし、逆に、フランス軍の予備兵力が消耗させられる結果となったとしばしば言われる。しかしながら、実際は、ナポレオンとウェリントンの双方がウーグモンの確保が、海戦の勝利の鍵であったと考えていたとする見方も、ある。ウーグモンはナポレオンから、よく見渡すことができた場所であり、彼は、午後の真中、兵力をこことその周辺に送り続けている。 同じようにウェリントンも、本来なら、大兵力を収容することができない、この邸宅に21個大隊を投入し、くぼみ道を守り通せたため補充兵や弾薬を、邸宅内の建物に供給し続けることができた。戦闘中、ウェリントンは、敵軍からの激しい圧力を受けている、中央部から砲兵隊を引き抜いて、ウーグモンを支援させており、後になって彼は、 海戦の勝利は、ウーグモンの門を閉じ続けることにかかっていたと述べている。私はこの拠点をここの背後に布陣していた、ビング将軍のこの絵旅団の文献隊によって占拠させ、指揮は、マクドナルド中佐、ついでホーム大佐が取った。そして、大規模な敵軍がここを奪取しようと、幾度も試みたが、これらの勇敢な兵士たちが、最大限の勇気を示して、この日の、真中、 守り通したと付け加えられることを嬉しく思う。ウェリントン、フランス軍の6ポンド野砲。1813年にメスで鋳造。ワーテルローの戦いでウェリントン港に露革された。ロンドン闘像。ワーテルローの戦場を進むフランス軍不評。エルメスト・クロフツが19世紀から20世紀初頭。 フランス軍の大砲列80門が中央部に整列した。砲撃の開始は、英乱軍、第二軍団長、ローランド・オヒルによれば11時50分、その他の資料では、正午から13時30分の間となっている。大砲列は、正確な照準をつけるには遠すぎる位置に布陣しており、目視できたのは、オランダ軍師団の一部だけであり、その他の英乱軍の部隊は、 反対車線に布陣していた。それでも砲撃は多大な損害を与えた。地面が軟弱で砲撃による超弾効果が妨げられていたが、さらに、フランス軍砲兵は、英ーラン軍の婦人全域をカバーせねばならず、砲撃の集団性が低くなった。しかしながら、この時のナポレオンの命令は、敵を驚かせ、士気をえさせることであり、敵に、 大きな物理的損害を出させることではなかった。グルーシー元帥。優れた、騎兵指揮官であったが、ワーテルロー戦役では、臨機応変の対応ができず、ナポレオンの敗戦の原因となった。ジーン、セバスティアン・ロイヤールが、1835年、およそ13時頃ナポレオンは、フランス軍右側面から4の5マイルほどの場所にある、 ラスンシャペル・サン・ランベール村周辺にいる、プロイセン軍の第一陣を目にした。ナポレオンは、三謀長のスウルトに対して、直ちに戦場に駆けつけ、プロイセン軍を攻撃せよとの伝令を、グルーシー元帥へ送るように命じた。だが、この時のグルーシーは、機関の剣を持って、敵の背後をつけとの以前のナポレオンの命令を、遂行するためワーブルに向かっており、 6月18日の朝には決戦場のモンサン・ジャンから 20km も離れた場所にいた。モンサン・ジャンの方向からの法制は、グルーシーの司令部でも聞かれ、グルーシーは部下のジェラール将軍から法制の方角へ進軍すべきですとの進言を受けていたが、彼は以前に受けた命令に固執して、 ヨハン・フォン・ティールマン中将率いるプロイセン軍第3軍団後衛部隊とのワーブルの戦いを始めた。このグルーシーの判断により彼の帰化の3万3000人ものフランス軍がワーテルローの戦いに参戦できなくなり作家シュテファン・ツバイクは世界の運命を決定した世界史的瞬間と呼んだ。さらにまずいことに13時にスールトがグルーシーに当てた直ちに移動して 本隊と合流し、ビューローを叩けとのナポレオンの命令を携えた。伝令は道に迷い、19時になるまで到着しなかった。13時過ぎに、デルロンの第一軍団が攻撃を開始した。左翼を、清将軍の第一師団、中央を、ドンズロ将軍の第二師団、マルコニエ将軍の第三師団、そして右翼を、デュリット将軍の第四師団が受け持ったが、第一、第二。 第3師団は、大隊編成の師団重隊と呼ばれる密集体系を取り、この体系は、戦術的融通性がなく、敵方兵の格好の的になった。デュリット将軍の第4師団のみは、分割された大隊重隊と呼ばれる重心の深い体系で、進軍している。これは本来、分割を意味していたディビジョンを、師団の意味と取り違えた命令が、 司令部から伝達される不手際だったと考えられている。あとに、軍事学者ジョミニーは、第一軍団の、この体系を、信じがたいと酷評している。ドンズロ将軍率いる、左端の第二師団が、羅サントに進撃した。一個大隊が、正面の守備隊と交戦する間に、後続の大隊が、両側に展開し、いくつかの強行騎兵大隊の支援を受けつつ、 農場の孤立化に成功する。ラエーサントが分断されたと見た、オラニエコーは、ハノーファーユーネブルク大隊を投入して、これを救出しようと試みた。だが、地面のくぼみに隠れていた、強行騎兵がこれを捕捉して、瞬時に撃破してしまい、それからラエーサントを通り越して、尾根の頂にまで進出し、進撃を続けるデルロンの左側面を守った。 13時30分ごろ、デルロンは残る3個師団に前進を命じ、14000人以上のフランス軍兵士が、エーラン軍左翼の守るおよそ1000メートルの戦線に展開した。彼らが対するエーラン軍は6000人であり、第一戦は、バイラント率いるオランダベルギー軍、第二師団第一旅団によって構成されていた。第二戦は、トマス・ピクトン中将率いるイギリス及び、 ハノーファー兵の部隊であり、尾根の背後の死角に伏せていた。これらの部隊はいずれもカトルブラの戦いで大きな損害を出していた。加えて、戦場のほぼ中央部に配置されたバイラントの旅団は、砲撃に身を晒す斜面前方に布陣していた。命令を受けていなかった彼らは危険な場所に止まっていた。砲撃によって大打撃を受けていたバイラントの旅団は、 フランス軍の攻撃に講しきれずにくぼみ道へ退却し、将校のほとんどが戦死するか負傷し兵力の40%を失ってしまい、ベルギー第7大隊を残して戦場から離脱した。レルロンの兵は斜面を駆け上がり、そこにピクトンの兵が立ち上がって、銃撃を浴びせた。フランス不評も応戦し、8000対2000と数に勝る彼らは、イギリス兵を圧迫した。 デルロンの攻撃は、ラン軍中央部をたじろがせることに成功し、デルロンの左側のラン軍戦列が崩れ始めた。ピクトンは、再集結を命じた直後に戦死し、敵の数に圧倒された、ラン軍の兵士たちもくじけかけていた。我が軍の騎兵将校たちは馬を失踪させる、悪ふざけに夢中になってしまった。彼らは置かれた状況を考慮せず、 敵前で起動していると思ってもおらず、自制することも、予備を控えおけすることもしなかった。ウェリントン、スコットランドよ延々なれ、第二流騎兵連隊の突撃。エリザベス・トンプソンがこの決定的な時点で、エーラン軍の騎兵軍団を指揮する、アックスブリッジは、過大な重圧を受けている、不評部隊を救援すべく、敵から見えない尾根の背後で整列していた。 この駅兵旅団の名で知られる、第1機兵旅団と連合機兵旅団の名で知られる、第2機兵旅団の2個重機兵旅団に突撃を命じた。およそ20年に及ぶ戦乱により、ヨーロッパ大陸では、非常に適した馬が激減しており、この結果、1815年戦役に参加した、イギリス軍重機兵は、同時代の欧州諸国の機兵部隊の中でも最も、優れた馬を用いており、 彼らはまた優れた馬上剣術の訓練を受けてもいた。しかしながら、彼らは大部隊での軌道について、フランス騎兵に劣り、態度は存在であり、不評と違って実戦経験が不足していた。ウェリントンのことによれば、彼らは戦術能力も資料分別もほとんどなかった。くぼみ道に落ちるフランス騎兵。スタンリー・バーカリーが、1902年。 この伝説は後に、ビクトル・融合の小説、レ・ミゼラブルで用いられ有名になったが、実際のクボミドの高低差は大きなものではなく、影響は、わずかだった。2個の騎兵旅団の兵力はおよそ2000機であり、47歳になるアックス・ブリッジが率いていたが、彼は、不適切な数の予備兵力しか用意しておかなかった。開戦の日の朝、アックス・ブリッジは、 配下の騎兵旅団長たちに対して、戦場では自分の命令が常に届くとは限らないので、おのおの自らの判断で行動するよう告げ、前線に対して支援する運動をせよと命じていた。この際、アックスブリッジは、バンドルー少将、ビビアン少将そしてオランダベルギーの各騎兵隊がイギリス中騎兵隊を支援することを期待していた。後にアックスブリッジは、前進に際して、 十分な数の予備隊を編成させなかったことに関して、私は大きな誤りを犯したと後悔の念を吐露している。この駅兵旅団は、尾根の頂の連合軍婦人地を越えて、丘の下へと突撃した。ベルロンの左翼を守っていた、強行騎兵は散開しており、深くくぼんだ街道へと追いやられ、そう崩れになった。くぼみみは、罠と化し、イギリス軍騎兵に追われた。 強行騎兵たちを彼らの右方向へと押し流した。強行騎兵たちの一部はくぼみ道の急勾配と前方の混乱した友軍不評の集団との間に挟まれてしまい、そこへ英軍第95不評連隊がくぼみ道の北側から銃撃をし、サマセットの銃騎兵が背後から彼らを押し続けた。この装甲化した敵との物の珍しい戦闘は、 イギリス騎兵たちに強い印象を与えており、この騎兵旅団長はこう記録している。強行騎兵へのサーベルの一撃は火鉢を叩くのと同じ音がした。エドワード・サマセット卿この騎兵旅団左翼の大隊は戦闘を続け、フランス軍第二師団第二旅団を撃破した。司令部は彼らを呼び戻そうと試みたものの、彼らは 前進を続けてしまい、羅栄三島通り過ぎて、丘の下に出たところで法人を組む、第一旅団と出くわした。第四十五連隊の和師正規を奪取する、スコットランド騎兵のエドワード軍曹、リチャード・アンサデルが、1847年。左翼では、連合騎兵旅団が、自軍の不評の隊列をすり抜けて突撃しており、この際に、 第92不評連隊の兵士の幾人かが、馬のアブミキンにしがみついて、突撃に参加したとの伝説が生まれている。中央左側では、第2竜騎兵連隊が第1師団、第2両団の第105連隊を撃破して、和師正気を奪取した。第6竜騎兵連隊は、その他のフランス軍第1師団の旅団を敗走させ、第2竜騎兵連隊は、第3師団、 第二旅団も叩きのめして、第45連隊の和紙将機を奪い取っている。だが、英蘭軍の左端では、デューリット将軍のフランス軍第4師団が法人を組む、時間的余裕を得て、第二位騎兵連隊を追い払った。フランス軍の槍騎兵、この駅兵旅団と同様、連合騎兵旅団の将校たちも、部隊の統率が失われていたために兵を引くことが、難しくなっていた。 第二竜騎兵連隊の指揮官、ジェームズ・ハミルトンは攻撃続行を命じ、フランス軍砲兵隊列に突進した。第二竜騎兵連隊は大砲を使用不能にしたり露飼する道具も、時間的余裕もなかったが、彼らが砲兵たちを殺すか逃亡させたため結果的に、大砲のほとんどが、無力化された。この様子を見ていたナポレオンは即座に、フラリンヌと、 トラバーサーの2個強行騎兵旅団そして第1、軍団の軽騎兵士団に所属する2個、槍騎兵連隊に反撃を命じた。イギリス軍騎兵はすでに疲労困憊しており、そこを、フランス騎兵に疲れ、連合騎兵旅団は叩きのめされ、この駅兵旅団は包囲され、たちまち危機に陥った。ウェリントンは、バンドルー少将率いるイギリス軍軽流騎兵隊。 ビビアン少将のオランダベルギー軽流騎兵を呼び、表騎兵そして、トリップ少将のオランダベルギー騎重兵を救出に差し向けたが、エーラン軍の騎兵隊は、この突撃で2500機を失う甚大な被害を、被ることになった。連合騎兵旅団は、将校と兵士が、多数戦死傷し、旅団長のウィリアム・ポンソビーと、第二流騎兵連隊長のハミルトン大佐が、 戦死している。この駅兵旅団の第二この駅兵連隊と、この液竜騎兵連隊もまた、この液竜騎兵連隊長、フラー大佐の戦死を含む大損害を出した。この一方で、突撃の最右翼にいた第一この駅兵連隊と、予備に控えおけされた王室この駅兵連隊は、統率を保つことができ、犠牲者数はごく少数だった。 第8ベルギー景気兵連隊の戦いぶりを見た、この突撃の目撃者による手記は、基地がいじみた勇敢さと回想している2万以上のフランス軍将兵が、この攻撃に加わった。この失敗は、多数の犠牲者だけでなく、ナポレオンに貴重な時間を失わせることになり、今やプロイセン軍が戦場の右手に姿を現し始めていた。ナポレオンは、 黒い戦軍を押し止めるべく、ロバウの第6軍団と2個騎兵士団の兵1万5千の予備兵力を咲かざる得なくなった。これにより、ナポレオンは、この軍団を除く予備の不評戦力をすべて投入したことになり、今や彼は劣勢な兵力を持って、英乱軍を速やかに打ち破らねばならなくなった。フランス軍の強硬騎兵。カルル・ベルネが、 1812年15時30分、ナポレオンは、ネイ元帥に対して、ラエーサントのダッシュを厳命し、ネイは、デルロンの第一軍団から引き抜いたニコ旅団の兵力を持って、ラエーサントへの攻撃を開始した。この戦闘が行われていた16時少し前、ネイは、エーラン軍中央部に後退の動きがあると感じ取った。彼は、 この機を逃さず突破口にしようと考えたが、実際には彼は、負傷兵や、捕虜の構想を撤退の兆候であると誤解していた。デルロンの敗退の後、ネイの手元には、わずかな数の不評予備戦力しか残されておらず、他は、実りのないウルグモン攻撃か、右翼の防衛に回されていた。このため、ネイ元帥は、英ン軍中央部を騎兵戦力のみで突破しようと、した。 第一次攻撃は、ミオー将軍の第四騎兵軍団の強攻騎兵とデヌエット将軍のこの駅へ騎兵士団の合わせて4800機を持って観光された。この攻撃はあまりに請求に組織されたものであり、援護の不評も方兵もなく決行された。英乱軍の不評は20個の法人を組んでこれに対抗した。法人は、 戦闘を題材とした絵画によく描かれるものよりも小さめで500人の代替砲人は18メートル四方程度である。砲人は砲撃や不評に対しては脆弱だが騎兵にとっては致命的だった。砲人には側面攻撃ができず馬は銃剣のヤブスマの中に突入できない。ウェリントンは砲兵に対して敵騎兵が近づいたら砲人の中に逃げ込み 敵が退却したら、再び大砲に戻り戦うように命令していた。フランス軍騎兵の攻撃を目撃したイギリス軍、この絵風表将校はその印象を非常に明快かつ、幾分か、私的に書き残している。午後4時頃、敵軍の砲撃が突然止み、我々は騎兵の大集団の進撃を目にした。この場にいて生き残った者は恐ろしいほどに、 壮観なこの突撃を生涯忘れることはないだろう。圧倒的な、長く揺れ動く戦列が現れ、彼らはさらに前進し、陽光を浴びた海の大波のごとくにきらめいた。彼らが近づくにつれて、雷鳴のような馬蹄の響きによって地面が揺れ動くようだった。この恐ろしい動く集団の衝撃にこうしうると、考える者は誰もいなかったろう。彼らは有名な強行騎兵。 そのほとんどが、ヨーロッパの数々の戦場でその名を馳せた、古参兵たちだった。驚くほど短い時間で彼らは20ヤードにまで迫り、皇帝陛下万歳と叫んだ。騎兵に備えよと、命令が下り、最前列の兵たちがひざまずき、そして、鋼鉄の棘が逆立った一つの壁となり、団結して、怒り狂う、強行騎兵に立ち向かった。リース・ハウェルグロノー、 この絵風評体位、戦場をめぐり兵を鼓舞するウェリントン、ロバート・アレクサンドル・ヒリンファードが、このタイプの騎兵による集団攻撃は、心理的衝撃効果の有無に、ほとんど完全に依存していた。砲兵による近接支援が、不評の砲人を崩して、騎兵の突入を可能にするが、ワーテルローの戦いにおいては、フランス軍騎兵と砲兵の共同は、切烈なものだった。 英乱軍不評を叩ける距離まで近づいた砲兵の数は十分ではなかった。この突撃に際してフランス軍の砲撃は英乱軍に死傷者を出させた。イギリス軍は両戦の内側に交代していたのでフランス軍砲兵士官は両戦場からイギリス軍を視認することができ効果的に砲撃を行ったためである。もしも攻撃を受けた不評が 法人防御の人形をしっかり保ち、パニックに陥らなければ、騎兵それ自体では不評に対して、ほんのわずかな被害しか与えられない。フランス軍騎兵の突撃は、不動の不評法人によって繰り返し撃退され、イギリス砲兵の絶え間ない砲撃によって、フランス騎兵は、再編成のために斜面を下ることを強いられ、そしてイギリス軍系騎兵連隊、 オランダ軍重級兵旅団そしてこの駅兵旅団の生き残りによる過断な反撃を受けることになった。少なくとも一人の砲兵士官は突撃を受けた時に最寄りの砲陣に逃げ込めとのウェリントンの命令に従わなかった。王室騎馬砲兵のマーサー隊は両側で砲陣を組むブラウンシュバイク兵は当てにならないと考え、この戦闘の真ん中、九門の六ポンド砲を敵に向けて、 戦い続け、多大な戦果を挙げた。私は彼らの渋滞の戦闘が50から60ヤードに近づくまで、彼らを前進するに任せ、それから、撃て、と命じた。その効果は恐るべきものだった。先方のほとんど全員が一度に倒れ、渋滞を突き抜ける砲弾は全体に混乱を引き起こした。すべての大砲からの砲撃が続けられ、人や馬を倒し、 それはまるで草刈り釜で雑草を投ぎ払うようだった。キャバリエ、マーサー、王室付き馬砲兵、エーラン軍の砲陣は、フランス軍機兵の突撃に対して、頑強に抵抗した。ヘンリフェリックス・エマヌエル・フィロピトスが、19世紀。理由は定かではないが、フランス軍が、エーラン連合軍の砲兵隊列を制圧しても、砲に穴を開けて、使用不能にしておかなかった。 そのため、邦人に逃げ込んでいた、英乱軍砲兵たちは、フランス騎兵が撃退されると、大砲のあった場所に戻り、再び彼らに砲撃を浴びせることができた。例は4度の突撃を観光させたが、ついに英乱軍の邦人を突破することはできなかった。ナポレオンは、例の攻撃は、時期尚早に過ぎ失策であるとは思っていたが、一方で、 プロイセン軍が右側面から迫っている状況でもあり、まずは、早急に、エーラン軍を撃破すべきであり、中央部への攻撃を続行させる決断をした。ミオとデヌエットの残存兵力に、ケレルマン将軍の、第三騎兵軍団と義王将軍のこの絵、シゲル騎兵士団が加えられ、総兵力は67個騎兵大体9000機となった。この攻撃は、 無意味であると認識していたケレルマンは精鋭の、重機兵旅団を予備として控えさせ、戦闘に参加させなかったが、このことを見抜いたネーが彼らの投入を要求している。8度の突撃が行われ、ある砲人は23度も攻撃を受けたが、今回も砲兵は一個中隊しか加わっておらず、エラン軍は一つの邦人も崩壊せず、ネーの攻撃はまたも頓挫した。被害の大きい。 だが、実りのない攻撃が、モンサン・ジャンオネに繰り返された末に、フランス軍騎兵は消耗し尽くしてしまった。フランス軍の高級騎兵将校、とりわけ将官は、大きな損失を被った。勇敢さゆえ、そして指揮官が、部隊の戦闘に立つ習慣のために、フランス軍の師団長4人が負傷し、旅団長は9人が負傷し、1人が戦死した。死傷者数は、 簡単には見積もれないが、例として、6月15日時点で796人にいた、このえ的弾騎兵連隊は6月19日には462人になっており、このえ流騎兵連隊は、同じ期間に816人中416人を失った。ここにいたり、騎兵単独では、わずかしか成し得ないと、名言水もようやく悟った。 おそまきながら彼は諸兵家連合での攻撃を組織することにし、霊遊将軍の第二軍団から、バシュルユ将軍の第五師団とフォワ将軍の第九師団から、ティソ大佐の連隊を抽出させて、兵六千五百を集め、これに、騎兵のうち未だに戦闘可能な者たちを加えさせた。今回の攻撃もそれまでの銃騎兵による攻撃と、同じ経路が用いられた。この攻撃は、 アックスブリッジ率いるこの駅兵両団によって止められた。だが、イギリス騎兵の攻撃は、フランス軍不評を突破することができず、銃撃の損害により後退を強いられている。バシュルユとティソの不評と彼らを支援する騎兵たちは砲撃と、アダム将軍のイギリス軍第三旅団の銃撃にひどく叩かれ、後退を余儀なくされた。フランス騎兵自体は、英蘭軍中央部に、 わずかな死傷者しか与えられなかったが、法人に対する砲撃は多数の犠牲者を出させていた。最左奥に布陣していたバンドルーの第4騎兵旅団とビビアンの第6騎兵旅団を除くエーラン軍の騎兵はこの戦闘に投入されて多大な損害を受けていた。エーラン軍にとっても危険な状態であり、カンバーランド表記兵連隊は戦場から逃げ出し、 ブリュッセルまでの道中で敗戦の噂をまき散らしているラエーサントへの突入。ナトルが、例の諸兵か連合攻撃が決行されたと時を同じくして、デルロンの第一軍団も兵を集結させ、第十三不評連隊を先方にラエーサントへの攻撃を再開した。ラエーサントは国王直属ドイツ人部隊が守備していたが、エーラン軍は、 他の方面での戦闘に暴殺されて、ここへの弾薬の補給が滞っており、フランス軍の猛攻を受けた、国王直属ドイツ人部隊は支え切れずに退却し、400人いた、兵士は、わずか42人に減っていた。羅栄島を占領したイは、騎馬砲兵を英ン軍中央部に向けて移動させると、不評の邦人に対して、短射程の武道弾を用いた砲撃を加えた。 これによって、目につきやすい法人を組んでいた第27、不評連隊そして第30及び第73、不評連隊は、多数の犠牲者を出して撃破された。この時、英乱軍の中央部は、危険なほど、手薄になっており、もう一撃でネイは、中央部を突破し得るところまで来たが、彼にはそれを実行する、予備兵力がなかった。ネイは、 ナポレオンの本営に増援を求めたものの、この時すでに、フランスノアで、プロイセン軍との戦闘が始まっている状況でありその余裕はなく、死者に対してナポレオンは、もっと兵隊をよこせだとどこからそんなものが手に入る奴は、私が兵士を作れるとでも思ってるのかと言い放った。実際には、ナポレオンの手元には、 皇帝この絵軍団の15個大隊の無傷の兵力が残されていたが、彼はこの最後の予備戦力を投入する決断ができなかった。ウェリントンは兵力をかき集めて、戦線の穴を塞ぐよう努め、最後の一兵まで戦場に踏みとどまれ、今少しで救済は得られると兵を叱ったした。プロイ戦軍のプランスのは攻撃。エードルフ農山が1863年、 16時頃ビューロー中将のプロイセン軍第4軍団が、フランス軍の前哨部隊と接触し始めた。彼の目標は、フランスの輪であり、プロイセン軍はここを、フランス軍の背後に回り込む跳躍台に使うことを、計画していた。ブリュッヘル元帥は、パリの森の道を通過する自軍の右側面を守る、ためにフリシェルモンの集落を確保することを考えている。 ブリュッヘルとエリントンはこの日の10時から連絡を取り合っており、もしも、エーラン軍の中央部が攻撃されていたら、フリシェルモンへ進出することになっていた。フランスノアへの道が空いていると、ビューロー将軍が気づいたのは16時30分のことだった。この時は、フランス軍機兵による攻撃が最高潮に達しており、エーラン軍の左側面を守る。 ナッサウ軍と連携すべくフリシェルモン大栄艦の地域へ第15旅団が派遣された。ナポレオンはフランスの和へ向けて進軍中のビューローの第4軍団を迎撃すべくロバウ将軍の第6軍団を差し向けた。プロイ戦軍第15旅団は決死の銃剣突撃でフリシェルモンにいたロバウの兵を追い払い、そのままフリシェルモンの高地に進出して12ポンド砲で、 フランス軍両兵を撃ちのめすと、フランスノアへ向かった。これによって、ロバウの軍団は、フランスノア方面へ退却させられ、結果的にロバウは、フランス軍の右翼後方を通り過ぎることになり、唯一の退却路であるシャルルロア、ブリュッセル街道が直接脅かされることになる。ヒラー将軍のプロイセン軍第16旅団もまた6個大隊を、持って、フランスノアへと進撃していた。 ナポレオンは押しまくられているロバウェの増援として、新規子の得体の全力である八個大隊を送った。新規子の得体は、反撃を行い、激戦の末に一旦は、フランスの輪を確保したものの、プロイセン軍の逆襲を受けて駆逐されてしまう。ナポレオンはさらに中堅子の得体と、古三子の得体から二個大隊を派遣し、熾烈な重県戦闘の末に村を奪回した。 頑強なプロイ戦軍は未だ打ち倒されてはおらず、18時30分には、ピルヒの第二軍団の兵1万5000も来着し、ビューローの第一軍団主力と共に、フランスの和攻撃を準備した。18時頃、ツイテン将軍の第一軍団に2万がアワンに到着した。ウェリントンとの連絡将校を務めるミュッフリンクが第一軍団の下を訪れた。この時、ツイ天は、 すでに第一旅団を繰り出していたが、英乱軍左翼のナッサウ軍部隊やプロイセン軍第15、旅団の戦いぶりと犠牲者数を見て有料するようになっていた。これらの部隊は退却しているように見受けられ、自分の部隊が総崩れに巻き込まれるのではないかと恐れたつい一点は、英乱軍の側面から離れて、プロイセン軍の主力がいる、フランスノアへ向かおうとしていた。 この動きを知ったミュッフリンクは、エーラン軍の大却は、事実無根であり、彼らの左翼を支援するようツイーテンを説得した。ツイーテンは、当初の方針通りに、エーラン軍を直接支援することにし、彼の軍団の到着により、ウェリントンは、左翼の騎兵を崩壊しかけていた中央へ振り向ける、ことができた。第一軍団は、パプロット前面で、フランス軍を攻撃し、 19時30分には、フランス軍の戦線は馬帝が耐えねじ曲げられてしまう。戦線の左端は、ウーグモン、右が、フランスのは中央は、ライとなった。一連の攻撃を受けたデュリュットのフランス軍第4、師団は、ライとパプロットに陣取っていたが、プロイセン軍、第24連隊に抵抗することなくソムランの、背後にまで交代した。第24連隊は、 新たなフランス軍の婦人地を攻撃したが撃退され、シュレジェンライフル兵連隊と第一工備兵連隊の支援を受けて、再度攻撃を仕掛けた。この再攻撃を受け、フランス軍は一旦は後退させられたものの、激しく抵抗し始め、ソムラン奪回を図り、オネやパプロットの集落の最後の数件に立てこもって死守した。第24連隊は、 右側でイギリス軍ハイランダー大隊と結びつき、第13交尾兵連隊や、騎兵の支援を受けて、この場所から、フランス軍の兵士を追い立てた。第13交尾兵連隊と、第15旅団の攻撃により、フランス軍は、フリシェルモンから駆逐された。デュリュットの師団は、地位点の第1軍団騎兵予備から大規模な突撃を受けかねないと考え、戦場から退却した。 これにより、第一軍団は、フランス軍の唯一の退路だったブリュッセル街道へ、前進した。古参謀の絵隊に、エラン連合軍への攻撃準備を命じるナポレオン。ウィリアム・エム・スローンが、1895年、戦闘の最終局面で、フランス兵を攻撃するイギリス軍第10、景気兵連隊、ボルフガング・グザウバーがこの一方、 ラエ・サントが落ちたことで、エーラン軍中央部が剥き出しになり、フランスノアの戦線は一時的に証拠を得た。ナポレオンはこれまで無敵を誇ってきた、皇帝この絵隊の投入を決めた。19時30分に決行されたこの攻撃は、エーラン軍の中央を突破してその戦線を、プロイセン軍から引き離すことにあった。この突撃は、軍事史上名高い出来事の一つではあるが、 具体的にどの部隊が参加したのかは、不明確である。この攻撃は、古三古の絵隊の敵団兵や両不評ではなく、中堅古の絵隊五古大隊によって行われたとみられる。古三古の絵隊三古大隊は前進し、攻撃の第二陣を構成したものの、彼らは予備のまま止め置かれ、英乱軍に対する攻撃には、直接加わっていない。 私は皇帝によって指揮されるこの得体の四個連隊の到着を目にした。これらの部隊をもって皇帝は攻撃を再開し敵軍中央部を突破することを望んだ。皇帝は私に彼らを率いるよう命じ将軍、将校そして兵士たちは皆、火の打ちどころのない豪坦さを示してみせた。だが、この一軍の兵士たちは敵に対して 長きにわたって抵抗するには弱すぎた。そして、この攻撃が奮い立たせた希望をすぐに捨てざる得なく、なった。名元帥、古参古の絵隊の敵団兵。エドアールで対優が、武道団による砲撃や三兵からの銃撃を受けつつ、およそ三千の中堅この絵兵は、ラエサ三トの西側にまで前進し、攻撃のために三方向に分かたれた。 二個中堅この絵的弾兵大隊からなる集団は、イギリス、ブラウンシュバイクそして、ナッサウ兵からなる、第一戦を突破し、比較的損害の少ないシャッセ将軍の、オランダベルギー軍第三師団が彼らに対するべく、差し向けられ、英乱軍の砲兵が勝ち誇る中堅、この絵的弾兵の側面を攻撃した。これでも、なお中堅この絵隊の前進を止められなかったために、 シャッセは、自らの第一旅団に数に劣る、中堅この絵隊に対する突撃を命じ、中堅この絵隊は昼みそして粉砕された。西側では、メートランド少将のイギリス軍第一この絵旅団1,500人が、フランス軍の砲撃から身を守るために伏せていた。フランス軍第二波である二個中堅この絵両不評大隊が、接近すると、メートランドのこの絵不評は立ち上がり、 猛烈な一斉射撃を浴びせた。中堅この絵体の両不評はこれに応戦すべく展開したが、浮き足立ち始めた。イギリス軍、この絵風評隊による、中堅突撃がこれを打ち破った。無傷のこの絵両不評大隊からなる、第三波が支援のために駆けつけた。イギリス軍、この衛兵は交代し、フランス軍の中堅この絵両不評がこれを追うが、 ジョン・コルボーン中佐率いる第52系風評連隊が彼らの側面に回り込み、強烈的な射撃を浴びせかけ、突撃した。この猛攻により、フランス軍第3波も撃破された。最後の皇帝このタイが一目散に退却すると、フランス軍の前線に行転すべき知らせが駆け巡り、パニックが巻き起こった。このタイが退却した。我が身を守れ。一方、 アイバのコペンハーゲン号にまたがったウェリントンは帽子を頭上に振って送信劇を命じ始めたからに流行り通せと言った陣地から飛び出した彼の軍隊は退却するフランス軍に襲いかかった生き残った皇帝子の得体の兵士たちは最後の抵抗の場所とすべく予備として来衛と南側に放置されていた三個大隊のもとに集まったアダム少将の 第3旅団と、ハノーファー軍交尾兵連隊をスマブリュック大隊に、加えて、バンドルー少将とビビアン少将の比較的傷が浅い、騎兵旅団が、右側から突撃し、皇帝子の得隊を混乱に陥れた。ある程度統率を保っていた左側の皇帝子の得隊は、ラ・ベル・アリアンスの方向へ退却した。この退却の最中、皇帝この絵隊の一部が降伏を勧告され、 有名な返答をしている。皇帝この得体の指揮官は、この衛兵は死ぬ。降伏などしない。またはただ一言、くそったれ。と叫んだという。フランスノア突入。ルートビヒエル・シュショルツが、1843年。同じ頃、プロイセン軍第5、第14、そして第16旅団がこの日3度目となる、フランスノアへの攻撃を開始した。 村の境界は炎上し、フランス軍の抵抗の中心となっていた墓地では、竜巻が起きたように死体が撒き散らされた。新規庫の絵体を支援するために、中堅庫の絵体五個大隊が展開したものの、実際上、彼らの全てが、ロバウの軍団の残余と共に防戦を行っていた。フランスの和工房の要は南側にあるシャトレの森であり、 ピルヒの第2軍団に所属するニコ旅団が到着して、この森を突破しようとする第4位軍団を増強した。プロイセン軍、第25連隊マスケット銃大隊は、第1個3コノエ的弾兵連隊、第2大隊を、シャトレの森から追うと、フランスノアの側面を攻撃し、フランス軍に退却を敷いた。これはこの日、フランスノアの持ち主が変わる5度目にして、最後のことだった。 コサンコのエ体は、整然と退却したが、パニック状態で退却する友軍の群れに巻き込まれて、彼らも、その一部となってしまった。プロイセン第四軍団が、フランスノアを越えて前進すると、イギリス軍の追撃を受けて、無秩序に敗走するフランス軍の群れに遭遇した。プロイセン軍は、英乱軍部隊に当たることを恐れて、発砲を控えた。 皇帝コノエ隊と共に退却しなかったフランス軍、部隊は、持ち場で降伏して殺害され、その際、双方と文字比を求めも申し出もしなかった。フランスノアの攻防の死傷者数に関する資料は、存在しないが、この戦いに参加したフランス軍第六軍団と、新規コノエ師団の将校のうち3分の1が、死傷していることが、戦いの激しさを物語っている。 偉大な勇気と粘り強さにもかかわらず村で戦っていた皇帝この得体は同様の兆しを見せ始めた。教会はすでに炎上しており赤い火柱が窓や側廊そして扉から吹き上がっていた。未だに激しい白兵戦闘が行われている集落の家々も燃えており混乱を増させた。しかしながらフォンビッツレーベン少佐の起動が完了して 皇帝この得体の側面と背面が脅かされると、彼らも撤退を始めた。ペレテ将軍の率いるこの絵両布表が殿を務めた。残りの皇帝この得体は大慌てで撤退し、大量の大砲、その他の装備と弾薬輸送馬車が遺棄された。フランスの輪からの脱出は、シャルルロワへのフランス軍の退路を守る場所を失うことを意味していた。戦場のその他の場所とは異なり、 ここでは、我が身を守れ、との悲鳴は聞かれなかった。その代わりに、我らが軍旗を守れ、とのおたけびが聞こえた。プロイセン軍第4軍団所属第25連隊、交換戦士皇帝この得隊の最後の残兵に、降伏を勧告する、ヒル将軍、ロバート・アレクサンドル・ヒリンファードが、今やフランス軍の右翼と左翼そして中央はすべて、瓦解した。ラ ベル・アリアンスに布陣している、コサンコのタ体の二個大隊が、未だ統制を維持している最後のフランス軍であり、彼らは、最後の予備兵力そして、ナポレオンの護衛として残されていた。ナポレオンは、フランス軍を彼らの背後で再集結させようと、望んだが、後退は敗走となり、コサンコのタ体もまた撤退を余儀なくされ、連合軍の騎兵隊からの防御のために、 ベルアリアンスの両側に一個大隊ずつが法人を組んだ。もはやこの戦いには敗れており、ここを去るべきだと説得されたナポレオンは皇帝この絵隊の法人に、ここの宿場を離れるよう命じた。アダム少将の第三旅団が突撃をかけて、皇帝この絵隊の法人は後退を余儀なくされ、プロイセン軍はその他の部隊と交戦した。 夕闇が降りるとともに二つの法人は、比較的整然と撤退したが、フランス軍の大砲や、その他の装備は、連合軍の手に落ちた。撤退する、皇帝子の得体は何千人もの逃げ惑い尻滅裂となったフランス軍兵士たちの群れに飲み込まれた。追撃は、比較的消耗の少ないプロイセン軍が受け持ち、プロイセン軍参謀長グナイゼナウは、月光下の首領と称して、 夜更けまで敗山兵たちを追い回した。追撃戦で、フランス軍の大砲78門が露獲され、多数の将軍を含む2000人が捕虜になっている。我々には、抗体を援護するための4つの小参子の得体による、法人がまだ残されていた。軍から選ばれた彼ら勇敢な敵弾兵は数に、圧倒されて次々と交代を強いられ、次第に地面を明け渡していき、彼らは、 ほぼ完全に殲滅された。この時から兵たちは背を向けて逃げ始め、軍隊は単なる混乱した群衆と化した。しかしながら、これは総崩れではなく、また交換で、抽象的に言われているような、我が身を守れ。との悲鳴は聞かれなかった。霊厳水、戦いから一夜明けたワーテルロー・ジョン・ヘビサイド・クラークが、1816年。 ワーテルローの戦勝法を読むロイヤルホスピタルチェルシーの入居者たち。デイビッド・ウィルキーが1882年、フランス軍の夫人のほぼ中央、高地の上にある建物が、ラ・ベル・アリアンスと呼ばれる農場だった。すべてのプロイセン軍は、この戦場のあらゆる場所から見ることができる、この農場へ向けて進軍した。ここは、この海戦中に、 ナポレオンがいた場所であり、ここで彼は命令を下し、勝利の希望にうぬぼれていた。そして、ここが彼の破滅が決定的となる場所となった。夜の闇の中、幸運にも、この場所で、ブリュッヘル元水とウェリントン公が会見する機会が得られ、彼らは勝者として敬礼しあった。グナイゼマウ将軍、ウェリントン港とブリュッヘル元水との会見は21時頃に、 ナポレオンの本営があったら、ベル・アリアンスで行われた。ブリュッヘルはこの戦いを、ナポレオンの本営があった戦場の中心地であり、両軍の同盟の意味にもかけた、ラ・ベル・アリアンスの戦いと命名したいとウェリントンに通達したが、ウェリントンは、英語での発音を気にかけて、戦場とはやや離れた場所にある。 ワーテルロー村の地名によるワーテルローの戦いと命名して報告書を本国に送った。このため、ドイツではこの戦いは、ラ・ベル・アリアンスの戦いとも呼ばれる。ワーテルローの戦いで、ウェリントンの英乱軍は戦死傷、約1万7千人、行方不明1万人を出しており、ブリューヘルのプロイセン軍のそれは、約七千人であり、そのうち八百十人は、フリシェルモント、 フランスノアの両方の攻防戦に参加したビューローの第4軍団に所属する第18連隊のみから出ており、連隊は33個もの鉄十字章を得ている。ナポレオンのフランス軍は約4万人の死傷、捕虜、逃亡を出し、ほう220門を失った。6月22日の朝、私は戦場を見に行った。そこは、 ワーテルローの村から少し先にある、モンサンジャンの大地にあった。だが、そこに到着するとその光景は、身の毛もよだつものだった。私は、胃が痛くなり、この場から帰ることを願いたい気持ちになった。それは、私が生涯忘れることのない惨状であり、大量の死体、大勢の負傷者、彼らは足を砕かれて歩くこともできない。彼らは、負傷によるものだけでなく、 上によっても、非合の最後を迎えようとしており、連合軍は彼らのもとに、下界と、入魔者を連れてこなければならない。連合軍と、フランス軍双方の負傷者たちは、等しく悲惨な状態にあった。W.E. フライ少佐、アフター・ワーテルロー、レミニセンシーズ・オブ・ヨーロピアントラベル1815-1819、ナポレオンから受けていた命令を遵守した、グルーシー元帥は、 ヒーレマン将軍のプロイセン軍をワーブルで撃破し、6月19日の10時30分に整然と撤退できたが、その代償は3万3000人のフランス軍将兵がワーテルローの主戦場に来着できなかったことであった。ナポレオンはシャルルロアを経てフィリップビルまで逃れ、そこからルス政府を預かる。 元スペイン王の兄、ジョゼフ・ボナパルトに楽観的な内容の報告書を送り、軍隊の再建を指示したが、彼の命運はすでに尽きていた。6月20日にナポレオンは爆僚に促され、軍隊を置き去りにして、パリに帰還したが、プロイセンの軍事学者クラウゼビッツはこれを大きな誤りだったと非難している。ナポレオンはなお政権維持に希望を持ち、 議会を解散して独裁権を獲得しようと画策したが議会はこれに反対して国家反逆罪に当たるとナポレオンを非難しついには退位をも要求し始めた一方ウェリントンは6月19日に戦闘の詳細について報告する旧法本国に送り6月21日に到着して翌22日にロンドンガゼッタ市で告知された ワーテルローの戦いの奇数は、ロンドンの株式市場も中止しており、カトルブラの戦いの廃法によって、コンソル交際は下落していたが、ワーテルローの商法をいち早く手に入れた、銀行家、ネイサン・メイアーロス・チャイルドはすぐに買いを入れずに意図的に、交際を投げ売りして暴落させ、再び三分になった、ところで大量買いをし、そして公式な報道により大暴騰した後で、高値で売った。 あとに、姉さんの逆売りと呼ばれる、株式売買で、ロスチャイルド家は巨額の利益を獲得した。ウェリントン港とブリューフヘル元水そしてその他の連合国軍は、パリへ向けて進撃した。6月24日、ナポレオンは2度目の大位を宣言し、フーシェを主犯とする、臨時政府が作られた。7月3日、ナポレオン戦争の最後の回戦として、石井の戦いが起こり、 ナポレオンに戦争大臣に任命されていたダブーが、ブリュフヘルのプロイセン軍に敗れている。ベレロフォン号の甲板に立つナポレオン。ウィリアム・オーチャードソンが、1880年。ナポレオンは北、アメリカへ逃亡を図るが、イギリス海軍はこの動きを予見しており、フランスの港を封鎖していた。結局、ナポレオンは7月15日に、イギリス海軍の戦列艦ベレロフォン号の、 メートランド官長に投稿した。王太子殿下我が国を分裂させた諸党派そしてヨーロッパ列強諸国の敵とみなされ、私は政治的経歴を終えましたゆえに、私はテミストクレスのごとく英国民の保護のもとに身を投じます。私は王太子殿下からの法の下の保護を求め、我が敵国の中で最も強大で最も思想堅固で、 最も高貴な帰国に身を寄せます。ナポレオン、英国摂政大使への降伏書に一部のフランス軍、要塞は降伏を拒んでおり、9月13日にロンドが降伏してすべての抵抗が終わった。11月20日に連合国とフランスとの間でパリ条約が締結され、ルイ18世が福井した。ナポレオンはイギリスのプリマスへの上陸を求めたが、 ヨーロッパの混乱の言響はナポレオンにあるとされ、ベルトラン、モントロン、グールゴの3人の将軍と共に、セントヘレナ島に流されて1821年5月5日に死去した。王党派が復帰したフランスでは、ナポレオンの部下たちに対する報復が行われた。ン元水は12月に銃殺刑となり、参謀長のスールと、戦争大臣のダブーの両元水を、 はじめ30人以上の召喚が投獄、または流刑に処されている。ワーテルロー戦役に従軍した、英乱軍将兵に贈られた、ワーテルローメダル。イギリスではこの戦いの後、ウォータールーの単語は、スラングとして、英語の語彙に組み込まれ、惨敗の例えとなった。皇帝このエ隊の敵弾兵を撃破したイギリス軍第一このエ旅団所属第一このエ風評連隊はその、 功績が認められて、敵弾兵、このエレン隊の称号が与えられ、敵弾兵の様式の毛皮成功棒が採用された。イギリスこの駅兵旅団もフランス軍の強行騎兵を撃破した功績が認められて1821年に、強行の使用が認められた。この戦いに参加した者たちに、槍騎兵の有効さが印象付けられ、その後、ヨーロッパ中で採用されるようになり、 1816年にイギリス軍は軽機兵4個連隊を槍機兵に改変させている。戦後、ウェリントンは軍の重鎮となって陸軍総司令官に2度就任し、政治家としても要職を歴任して外交施設としても活動しており、首相を2度務めている。英乱軍の機兵部隊を任されたアックスブリッジは海戦の終盤に負傷して、 片足を失ったが、その後は養殖を歴任し1846年に元帥に除された。また、エーラン軍第一軍団長を務めたオラニエコーは1840年にオランダ王ウィレム二世として即位している。この海戦中戦場を駆け巡ったウェリントンの爆僚のほとんどが死傷しており、 その一人で、ウェリントンの秘書官を務めていたラグラン男爵、フィッツロイ・サマセットは、この戦いで右腕を負傷し、切断を余儀なくされた。彼は後に、陸軍最高司令官となり、クリミア戦争の葬式を取ることになる。1848年に開業した、ロンドンの複合ターミナル駅である、ウォータールール駅は、ワーテルローの戦いが由来である。1994年に、 英仏海峡トンネルが完成し、パリとロンドンを結ぶ高速列車、ユーロスターが運行を開始した際、ロンドン側ターミナルが皮肉にもここであった。このため、フランス側は幾度となく駅の解明や変更を求めている。2007年には、イギリス国内の高速新線が完成し、ターミナルもセントパンクラス駅に変更された。 プロイセン軍司令官のブリュッヘル元帥はすでに高齢であり、この年のうちに退役し、1819年に77歳で死去した。プロイセン軍に参謀本部組織を確立させこの戦いでも参謀長として重要な役割を果たしたグナイゼナウ中将はあと2元帥に劣せられたが、進歩的な考えの彼は、プロイセンの保守的な体質によって、戦後は、 権力からは遠ざけられている。戦争論で知られる、プロイ戦軍のクラウゼ・ビッツはこの戦役では、第三軍団の参謀を務めており、後にこの戦いを研究した、1815年のフランス戦役を表し、後世に死することになる。19世紀の著名な軍事学者、ジョミニ将軍は、ナポレオン時代の戦略戦術に関する、主導的研究者の一人でもあり、 ワーテルローの戦いにおけるナポレオンの敗因をいくつか提示している。私が考えるに、四つの主な要因が彼に破滅をもたらした。第一のそしてもとも重要な要因は絶妙な連携によるブリューフヘルの到着と、この到着を利させた、拙ない行軍である。第二の要因は、イギリス不評の称賛すべき、粘り強さ、そして指揮官たちの冷静さである。第三は、 ひどい天候であり、これによって地面がぬかるみ、行軍が非常に困難になり、さらにその日の朝に行われるはずであった、攻撃開始が午後1時にまで遅延することになった。第4は、第1軍団の信じがたい体系であり、彼らはあまりにも密集しすぎており、第1次攻撃を成功させることは難しかった。アントワーヌ・アンリ・ジョミニ。 ライオンの丘船上の地形の一部は1815年当時、ものから変えられている。観光は海戦の翌日から始まっており、6月19日付の書簡で、メーサー大意は、一台のニューマ車がブリュッセルからやってきて、その乗客たちが船上を見て回っていたと書き残している。1820年、オランダ王ウィレム一世は、 彼の息子のオラニエコーが負傷したとされる場所に記念碑を建てるよう命じた。イギリス軍戦線中央部があった尾根の地域の30万立方メートル相当の土壌を用いてライオンの丘と呼ばれる小山がここに作られており、これによってエーラン軍の窪み道の南側の土手が取り除かれてしまった。ビクトル・ユーゴは小説デミゼラブルの中でこう述べている。 ナポレオンとウェイリントンとの海戦の場所である、シュジュの勾配を成した平地の起伏は、人の知る通り、1815年6月18日とは、今日大いにそのありさまをことにしている。その最悪の場所から、すべて記念となるものを、人々は奪い去ってしまって、実際の形態は損なわれたのである。そしてその歴史も、面目を失って、もはやそこに痕跡を認めがたくなっている。 その地に光栄を与えんために、人々はその地のありさまを変えてしまった。二年後にウェイリントンは再び、ワーテルローを見て叫んだ、私の戦場は、型が変えられてしまった。今日種子の像の立っている、大きな土盛りのある場所には、その当時一つの丘があって、ニベルの道の方へは、登れるくらいの傾斜で低くなっていたが、ジュナップの道路の方ではほとんど断崖をなしていた。 その断崖の高さは、ジュナップからブラッセルへ行く道を挟んでいる二つの大きな墳墓の丘の高さによって、今日なお測ることができる。その一つは、イギリス兵の墓であって、左手にあり、もう一つは、ドイツ兵のであって、右手にある。フランス兵の墓はない。フランスにとっては、その平原すべてが墓地である。ビクトル・ユーゴー・デ・ミゼラブル。 都島吉尾役その他の地形や海鮮に関係する場所は、当時から、ほとんど変わっていない。この中には、ブリュッセルシャルルロワ街道東側のなだらかに起伏する、農地やウグモン、ラエーサントそして、ラ・ベルアリアンスといった建物も含まれる。ライオンの丘の他にも古戦場にはいくつもの記念日が、存在する。ブリュッセルシャルルロワ街道とブレン・ラルオヘーン街道の十字路には、 イギリス兵、オランダ兵、ハノーファー兵、そして、ドイツ人義勇兵の集団墓地がある。フランス軍戦死者に対する記念碑は、傷ついた和紙と名付けられ、ここは、戦いの終盤に、皇帝この得体が、最後の邦人を組んだ場所とされる。プロイセン軍戦死者の記念碑は、フランスの輪にあり、ここは、プロイセン軍の砲兵隊が布陣したとされる場所である。 ブリュッセル市内の A のマルティン教会には、デュエズム将軍の墓所がある。エベレのブリュッセル墓地には、イギリス人の日と呼ばれる戦死した17人の、イギリス軍士官の墓所がある。ライオンの丘のふもとにある、ワーテルローパノラマ館の内部には1912年に、ルイ・デュムーラインが描いた、周囲110メートル、高さ12メートルものワーテルローの戦いのパノラマ画が、 展示されており、また館内では20分のワーテルローの戦いの映画も上映されている。この古戦場では、毎年、ワーテルローの戦いの再現イベントが行われている。ワーテルローは、小牧、長久手の戦いの古戦場がある日本の長久手市と、姉妹として経している。ビクトル融合の記念柱の肖像。ベルギー、ワーテルロー。 19世紀の激動のフランスを時代背景とした、ビクトル・ユーゴーの長編小説、レ・ミゼラブル第2部コゼット第1編の主題は、ワーテルローであり、1861年5月に、物語の著者が、ベルギーの戦場跡を訪れる場面から始まり、ワーテルローの戦いの詳細な戦場描写から、ナポレオンの没落までが語られている。レ・ミゼラブルの作中では、 本筋とはあまり関係のない歴史ソアや融合の歴史考察が交えられており、第二部第一編もその一つである。融合は、レミゼラブルにて季節外れの雲に覆われた空が世界の崩壊をもたらしたと記しているが、これはタンボラ山の大噴火によって引き起こされた異常気象について間接的に言及したものである。融合は手掛けている対策にこの世紀の一戦を、 挿入したいと考えており、1861年3月から、喉の病気の天地療養を兼ねて、ワーテルローに滞在し、古戦場を散策しながら、レミゼラブルの執筆を行い、6月30日に一応の完成を見た。彼は、作品の完成を知らせる友人に宛てた手紙で、偶然にも、ワーテルローの古戦場で、私は自分の戦いを戦ったと書き送っている。 その後も融合は過失と修正を続けており、第2部第1編、ワーテルローは12月21日に書き上げている。レ・ミゼラブルは1862年3月と4月に、ベルギーとフランスで出版され、爆発的な売れ行きとなった。レ・ミゼラブル完成の地となった、ベルギーのワーテルローには、ビクトル融合の記念柱が混流されている。アーサー・コナンドイルの、優勝。 ジェラールの改装、優勝、ジェラールの冒険の二部作はナポレオンに忠誠を尽くす、騎兵将校、エティエン・ム・ジェラールを主人公とした冒険小説であり、優勝、ジェラールの冒険に収録される中編、順章が、ワーテルローで奮戦した天末はこの戦いにおける、彼の活躍を描いている。日本人の作家によるワーテルローの戦いを主題とした作品としては、 スゲきゅ系の逆撃ナポレオン・ワーテルロー海戦上下巻がある。これは現代の日本人、大間屋太郎がナポレオンの将軍となって歴史改変を試みる核戦域的な作品である。ナポレオン戦争の時代を扱った映像作品ではワーテルローの戦いも数多く登場するが、海戦自体を主題とした作品には1928年のドイツ映画 ワーテルロート1970年のイタリアソ連合作映画ワーテルロートがある。後者は監督をソ連のセルゲイ・ボンダルチュークが務める制作費1200万ドルの大作映画であり、ソ連軍の協力を受けて2万人の兵士を使って海戦を大規模に再現した。また、日本のアニメヤッターマンの最終回は慌てるローの戦いだコロンであり、 この戦いのパロディとなっている。ワーテルローの戦いは音楽の題材ともなっており、イギリスの女流作曲家ウィルマ・アンダーソン・ギルマンのピアノ曲、ウォータールーの戦いは描写音楽風に戦いの始まりから終わりまで8つの接続曲のスタイルで作曲されており、発表会でもしばしば取り上げられる。本曲では、ワーテルローより、ウォータールーの表記が定着されている。 1974年に、スウェーデンの音楽グループアバがリリースした、恋のウォータールーは、全英ヒットチャートで2週1位、ビルボードで6位を獲得し、フランスでもシングルチャートでは3位となる大ヒットとなった。この曲では、惨敗を意味する英語の俗語としての、ウォータールーがかけられている。欧米圏で知名度の高いワーテルローの戦いは、 当然のごとくボードシミュレーションゲームの題材として取り上げられており、アバロンヒル社の最初期の作品、ワーテルローやスピシャのナポレオン・アット・ワーテルローそして爆発的に売れたウェリントン・エス・ビクトリーをはじめ非常に多くのゲームが制作されている。日本製のゲームにはワーテルローやワーテルローの落実がある。ありがとうございます。